はい、どうも皆さんこんにちは、こうきです。今回は皆さんに僕のことをもっとよく知ってもらおうということで自己紹介動画を作らせていただきます。はい、ということで、留学のこと、留学なんでしようと思ったのか、なんでカナダにしようと思ったのか、学校だったり、あとアルバイト、どんなことしてるのかっていうのを簡単にこの動画で説明しようと思います。はい、まず基本情報からなんですけど、名前はこうきって言います。はい、で年齢は、あんまり言いたくはないんですけど、今年27歳で来年28歳になります。で、生まれも育ちも日本です。特に海外に住んでたとかないし、海外で生まれたとかもないし、大学生になってから留学してみたいなって思って、一回学生の頃、日本で大学行ってる時、学生の頃にアメリカのシアトルに9ヶ月間だけ留学してました。はい、なんでカナダに来たかっていうのはそれにちょっとつながるんですけど、その留学、アメリカ留学きっかけで、また留学したいなって思って、やっぱカナダだと2年間、2年間っていうか、学校、指定された学校に通うと、その後ポストグラデュエーションワークパーミットっていう、学校卒業したらそのカナダ現地で働いていいですよっていう、就労ビザが降りるんですよ。で、最大で3年降りるんで、2年間のプログラムに通えば3年のワークパーミットがその後もらえる。で、計5年住める。で、なおかつその3年間のそのフルタイムで就労している間に永住権の申請できるチャンスもある。で、永住権が取れれば、そのままカナダに住めるっていう、2年間その最初の学校行くだけでプラスで、3年住めて、でなおかつ永住権の申請にも役に立つっていう、メリットがあって、で、やっぱ次留学するなら長期で行きたいって絶対思ってたんで、英語圏の中でやっぱその金銭的に負担が少なくて長く留学行けるっていうのがカナダだったんで、カナダにしました。はい、で、今はカナダの、バンクーバーがあるブリティッシュコロンビア州っていう州のケローナっていう場所に住んでます。で、本当はバンクーバーに留学したかったんですけど、やっぱバンクーバーって都心なんで、都心っていうか都市部なんで、留学するにもお金がかかるんですよ。で、やっぱそのどうやってその、節約っていうか留学費用を減らすかっていうのを考えた時に、たまたまその日本にいた時の友達がケローナっていうとこに行ってて、で、ケローナ良かったよっていうのを聞いて、で、ケローナにある学校を調べて、で、その時に見つけたのがオカナガンカレッジで、学費が本当、僕が調べた時は60万ぐらい安かったんですよ、1年間で。そう、1年間でかな。そう、だから、やっぱ全然違うじゃないですか。で、学校行くだけだし、最初の2年はと思ったんで、ケローナでいいやと思って、で、ケローナにしました。で、実際今もう住んで、2021年の5月に来たんで、住んでみて2年経ってどうだったかっていうと、学校行く分には全然ケローナでも楽しめるかなっていう。もちろんバンクーバー行った方がいろんなメリットはあるんですけど、ケローナのいいところはカナダの現地のそれこそ白人系のカナディアンと話せる機会というか触れ合える機会が断然多い。学校行ってもそうだし、例えばバイト先だったりもそうだし、やっぱ留学するってなったら、その自分が持ってない人たちと話したいじゃないですか。何言ってんだ。やっぱりザ留学っていうのを満喫したいじゃないですか。それがやっぱケローナだと
バンクーバー行くよりも叶う。まあバンクーバー、まあ人それぞれですけどね、その留学する目的は。なんですけど、やっぱザ留学っていう留学をできるのは、まあケローナでもありなのかなっていう風に感じてます。はい。で、学校について次話したいんですけど、学校はオカナガンカレッジっていう、さっきも言った通りですね、オカナガンカレッジっていう学校に通ってて、で公立のコミュニティカレッジなんですよ。オカナガンカレッジのいいところは、オカナガンカレッジで学位が取れるっていう。基本なんかコミュニティカレッジって例えば2年のプログラムだけだったり、本当限られたプログラムがあって、で編入、ユニバーシティに編入するのが目的で行くみたいな感じだと思うんですけど、でもオカナガンカレッジはオカナガンカレッジに通うだけで4年間通って学位、ディグリーが取れるっていうのも、一つのその経済的負担を減らすっていう面でもメリットだし、まあそれだけなんだろう、その学位が取れるだけいい学校っていうふうにも言えるのかな、わかんないけど、まああとプログラムの種類が豊富、普通にその文系理系のまあ一般的なものは全部あるし、それがある上でなんだろう、他のコミュニティカレッジだったり私立の専門学校みたいなところでない分野のものもあるし、例えば調理師免許取りたいみたいな、その手に職系の、水道だったり、そういうの直す人だったり、自動車直す人だったりっていうのも、あのカナガンカレッジで全部あのプログラムがあるんで、そういう面ではまあいろんな手段が選べるというか、すごいなって思いますね。次、アルバイトについて話します。カナダに来てからアルバイトは2つ、まあ、まあバイトって言わないな、まあ仕事を2つしてるんですけど、1個は、ブレンズコーヒー、まあスターバックスみたいなチェーンで、まあ結構バンクーバーとかには多いのかな、まあチェーンのカフェですね、カフェで働いてます。それこそ来てからもずっと働いてるんで2年2ヶ月ぐらい。そう、もうあのみんな人が良くて、あともう居心地もいいし、融通も効くし、時給も上げてもらって、もうさすがになんか他の仕事できないというか、まあチップもあるし、そうそうそう。あともう一個仕事で、まあモデルのお仕事も一応させてもらってて、でそれこそブレンズコーヒーで働いてる時に、あのカナダのこっちの現地の事務所に、事務所の人にスカウトされて、まあ多分この顔立ち、欧米の人からすると、まあ、珍しいというか、まあ欧米の人からしたアジア人顔、良さそうな良さそうなっていうか、まあだったのかな。でスカウトされて、でまああの全然モデルやりたいってあの人生で考えたこともなかったけど、やっぱカナダ来て留学っていうので、まあ、新しいことを挑戦してみたいっていうのがあったんで、まあやるのもありかなと。で実際やってみて何個かお仕事もさせてもらったし、まあ、ランウェイみたいなのショーみたいなのも出させてもらって、やっぱ楽しいなって思えたんで、そうですね、まあ、今後カナダでモデルの仕事をやりたいとは思うんですけど、まあ、やっぱパータイムみたいな仕事違って、そのはい、じゃああなたに仕事ありますよってなって実際やっとできる仕事なんで、まあそうですね、今後どうなるかっていうのは分かんないんですけど、まあ、あのできたらいいなと思ってます。でまあこんな感じですけど、最後今後の目標的な部分で、まあ、8月で学校卒業して、9月にバンクーバーに引っ越そうと思ってるので、まあ、フルタイムの仕事を探すのと、あとまあモデルの仕事もしたいなと思ってるんですけど、まあ
永住権申請したいってなると、まあ、モデルの仕事をずっとやってて、まあ、ずっとやってていいというか、モデルの仕事をモデル活動をずっとし続けてていいのか、でもやっぱフルタイムの仕事をしてその永住権申請した方がいいのかっていう、まあもうやっぱ3年あるうちの中で早めに決めないといけないんで、まあそこをどうするかっていうのをまあ考えつつ、まあ永住権最終的に取れたらいいなと思ってるんで、まあそんな感じでとりあえずバンクーバーに今年の9月ですね、引っ越そうと思ってるんで、まあぜひバンクーバーにいるあの日本人の視聴者さんがいれば、あのぜひアドバイスだったりしていただけるとありがたいです。まああと他にも留学のことだったり、まあ英語のことでも、まあ、何でもいいんですけど、ぜひなんか質問していただけると、コメント欄にですね質問していただければ、あのもうすぐ返すんで、楽しみに待ちたいと思います。はい、っていう感じで、あのあそうだ、もう一個、あとインスタグラムもモデルのことは割とインスタグラムにも上げてるんで、まあぜひインスタグラムのフォローしていただければ、まあ DM なりなんなり、あの友達になれる人がいればぜひどんどん、まあ、声かけていただけると、僕結構あの暇なんで、そんなに忙しくないんで今、あの友達になれるかなというふうに思ってますんで、ぜひインスタのフォローもお願いします。はい、あと YouTube の方もですね、あのチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。はい、最後まで視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。